はーい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをすると、アリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単。ARIKEN。N は1個、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン。強さ測定できたよ。ルナが強い。いいね、ルナ。ちょっと次の FNCS 楽しみだよ、おじさん。みんなマジこれ、クソ強いで、本当に。強すぎてさ、負けるのが当たり前レベルでクリエイティブしてるもん。悔しいとかじゃないよ。え、無理じゃね。もう、ワンチャンワンボックス。頑張ったよ、俺。あ、じゃあルナ、俺と 1V1 しようぜ、ルナ、一回。じゃあ、分かった。じゃあ、5本中1本取れたら勝ちにして、俺の。いや、それでもきつい。それもう俺らのレベル。次のシーンはちょっとやったら10対1やった。5本やって1本取ったら、じゃあ俺の勝ちになるな、マジで。はい、いいっすよ。どこ ?1V1。かかってこいよ、ルナ。何がルナかて。かかってこいよ、お前。じゃあ、さすがに。うん、はい。金本使っていい？いいっすよ。俺金ポン金 AR でやらせてやる。え、このハンデはいい？大丈夫？受け入れられる？これはルリ。あ、大丈夫だった。あ、もう、もうそのそもそも弾当てれないからあんま関係ない。そんな嘘じゃない。それじゃあよろしくお願いします。じゃあ、オッケーです。ルナのカーナビ、ルナが勉強して、ルナが勉強して、ルナが勉強して。ちょっと待って待って待って、ちょっと、あ、やばい。手加減せんくていいやで。やばい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 。シュシュシュ。うわ、危ない危ない、惜しい。もう人生最大のチャンス。危ない今の。何本残り、何本やった HP？ 多分90とか。全然遠い。110のデカさ重たいな。あ。うわ。え？いや、なんでそれもう横飛びすらさせてもらえ。もう見とる気持ち、見とる気持ち、ランランしてうまっ。終わりや、そんな無理や。ちょっと待って。おっと、くそ、ゴリ押し。ちょっと待って、お、かかってこいよ。ゴリ押し、おぉ、かかってこいよ。ゴリ押しって言葉が聞こえたよ。あ、もう縦積みがもう、まあ、おじちゃんでいけ。ルナに縦、ルナにね、もうそもそも縦積みするのがアホ。ゴリ押しは無理だ。ゴリ押しできる、ダッシュできるぐらいなら簡単ないよ。甘くないよ、ルナ。できない。できるわけがない。もう分かんない、どこにいるか分からん。今どこいた？壁の向こう側にいると思ったら上におったで、今。ちょっと、え？あと2本やで。ちょっと待って、え、ちょっと待って、あと2本、200本しても勝てない自信あるんだけど。ちょっと待って、え、うまっ。え、今のクソ枠ね。あと1本、あと1本。うわ、弾当てれない。ういうわ、なんか武器無理。あれ、なんか、フルコース、フルコース、やばい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 、フルコースモード。おお、なんか乗ってる。え、ロブ取られてる。バカゲーや。でも、怖い。あ、いいよいいよ。エキシビション、エキシビション。ちょっと待って、武器変える。ルナも武器弱くしよう。ルナこれ。ルナこれ。これ。ルナそれだろ。はい。お前に勝てる構成見つけるな、ちょっと頑張って。オーケーそう、オーケー。さすがにこれなのかなって思うけどね。これかな。よし、オッケー。オーケーそう、オーケー。ゴー。
あ、やべ、ミスった。ルナちゃん、ルナ、マジ、オスカ、ルナ、オスカ、ルナ、オスカ、オスカ、レディーゴー！オッケー、オッケー、オッケー。やばい、きつい。ピストル苦しいな。ピストルは苦しい。苦しい、苦しい。うぅー、ルナ、エグいもん持ってるぞ、無限チャリスも持ってる。やばいやばい。無限チャリスも持ってる。でも勝てん。無限チャリスも持ってます。でも負けました。回復させてくれよ。ちょっと待って。あ、オッケー。ちょっと、もう一回。一回じゃあ、体出して。よし。おぉ、エグい、これは。あれけ。あ、これは。え、次もっといい武器あるから、次が終わったら教えて。オッケー。もう戦ったことねえだろ、こんな人間と。ルナ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 ルどれどれ、いい武器どれ、いい武器どれ。金庫どうやって行くの、金庫って。ほら、そこに最強の武器3つ並んでるやろ。ほら、どこ。おおおお、お前よくやった。オッケーオッケー、持ってこれでいこう。オッケーオッケー、行こう。やばい、さすがにきつすぎる。レディーゴー。やり方が汚くなった。これが危険です。豚、これが危険。やめよっかルナ、もうやめよっか。やめますか。ちょ、あのね、正直、まあ、あの後ろのお遊びの部分はクソどうでもいいんだけど、ちょっと 1v1 ね、なんかバグってるわお前。すげえ。ちょ、もう一回、ちょ、あと一回。ちょっと俺マジ本気でやるわ。え、ちょっとじゃあ ルナとじゃあ誰かが戦ってんの見してや、ちょっと。ちょ、ルナと 1v1 したって動画撮ろう。ルナの画面共有見た方がいいよ。よし、ルナ、売名しよう。売名チャンスしよう。売名します。そう、ペポもやったから、この売名チャンスは。なぁ。ちゃんと動画にするから、俺、任せて。おい、わっちゃるぞ、俺！ちょっと、もうちょっと。最後にある？ここから、おる、あ、ずる、お前。あー、そうやって、登んのね。OK。うそ！うわ、うわ、絶対これ。オッケー。じゃあちょっとルナの視点見てみるか。やるか。え、本当だ、なんかめっちゃ速いとかではないな。え、でもこれ相手視点だとクソ速いんだよね。なんで？うまっ。うまっ。すげえ、なんか木の感じが気持ちいいやろ。え、なんか全然ミスらん。もっとシャシャシャってやってると思ったわ。ボザイズの意味わからんしてんじゃないよ。あのエディットシュンシュンしてる。ね、俺だって4マス開けるの俺の方が早いもん。はい、ってことで、こういう、もうこれはあれ、ニュー世代でいいのかな。これはそういうこと、次世代の人間たちが今メキメキ伸ばしてること。マウさんたちも大変やな。今
痛い痛い痛い頑張ってます。おじいちゃんたちも頑張らなきゃな。おじいちゃんも頑張ってます。俺らもな。はい、次の競技シーンはどこに行こうかな。エーペックス行こうかな。お前諦めんなって。まだまだ諦めんなって。お前も習得するんだよこれを、身勝手の極意。はい、じゃあここら辺で今日は終わりにしていきたいと思います。皆さんありがとうございました。ルナさんの、ルナのチャンネル登録をねよろしくお願いします。おいルナ、ルナ、はい、俺の一番大好きなフォートナイト配信者誰？俺だったら、はい、俺のことが1位じゃなかったらちょっと俺のことヘッドショットで倒して、はい、俺じゃなかったら人やね、一番尊敬してるフォートナイト